笹田しげる笹田しげる11月昭和15年3月27日は、日本の実業家、政治家、島根県多額納税者、笹田社長、衆議院議員、貴族院議員。孫、百合子は、元中国電力会長、桜内きみの妻、岩見国長郡北村の豪農笹田家に生まれる。笹田家は、天子義久の子、笹田宗久が、 天子氏の先祖である佐々木氏と妻の実家の名である田中氏の名を取って創始した。和感学を収めた。浜田県会議員、浜田県15党出資、長郡会議員、島根県会議員、同議長を務めた。明治23年7月、第1回衆議院議員総選挙に、島根県第5区から出馬し衆議院議員に初当選。以来、3期連続して務める。 1911年9月29日、貴族院多額納税者議員に選出され、1918年9月まで在任した。1918年、笹田合名会社を創立して、社長となり、王子電気取締役、王子環状自動車、東洋火災重役として活躍した。1936年、出雲電機社長。墓は、島根県浜田市朝日町木田の旧木だ。 小学校裏山の笹掛墓所内にある。趣味は、監視、同級、囲碁。宗教は全集。ABCDEFGHIJKLMNOPQE、e、のサブロー監修。第10版大衆人事録さ18ページ。官報第8485号。明治44年9月30日。中国電力。中国地方電気事業士。渋沢社史データベース。 ありがとうございます。